何があった？賊どもが平田屋敷に巫女様を。急ぐのじゃ。今は幾年だ？何をおかしな？教えてくれ。龍泉詣での年であろう。 龍泉詣で3年前か。どういうことだ。武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、これは過去ということか。 お主、恋の鱗を知らんかい。キラキラ光る宝鯉の鱗、それを持てば存分に褒美を取らそうぞ。今度は鱗を持っておいでや。 戻ったか。あれは夢なのか、それとも誠にあったことなのか。さてな、夢かうつつか、わしにも定かなことはわからん。一つ言えるのは、仏様はお前さんの古い記憶を起こしてくださっているだけじゃ。
お前さんがどう思いどう覚えていたか、すべてはそれ次第じゃ。見るものすべてが正しく起こったことかはわからぬ。そういうことじゃ。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。狼殿、よく参られました。氷炭の種とこれか。はい、それをこちらに。種を氷炭に植え付けます。よし、これで薬水の傘が増すでしょう。妙な薬だ。妙ですか。うん、悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。ひょうたんの種を見つけたならばまた持ってきてください。薬水のかさ増しをしましょう。ではまた。燃えるの。ギフキフとはよく言ったものよ。
なんて、ゲロウども。おい。お主、確か、忍びよな。であれば、お堂の忍びよの奴らを、頭蓋を、叩き割って、たの、兄貴、次はこのお堂ですかい？いや、そこはいい。次に行くぞ。剣道、供え物でもあれば、十三様に。やめんか。仏様には手出し無用。何度言えば分かるんだ、タコが。怒らないでおくれよ、兄貴。タコでごめんよ。さん、何か言おうか。その忍び義手、随分と腕に馴染んできたようじゃな。お前さん、これを取っておきな。これは？お前さんの牙で、どう噛み殺すか、それが書いてある。要は、忍び義手を使った戦いの術じゃな。わかった。まったく、義手の忍び技など、もはや無用と思っておったが、わからんものよな。ではな、また。久しくらいなら貸してやろう。
旦那、待ってましたぜ。いただいた銭を元手に品を仕入れやした。さあ、買っていってください。情報を買おう。お買い上げありがとうございやさ。ああ、なんたって旦那は忍びでさ。忍びの道具の情報を教えて差し上げやしょう。頼む。あっし、すげえ勢いで火が出る筒を見かけたことがありやす。平田屋敷の押し入りの時、あっしの仲間がぶんどったもんです。ボーボーってな調子で、すげえ勢いで火を吹いてやしたよ。持っている。え？それならば。持っている。おお、そいつは残念。忍びねえんでこいつをおまけで差し上げやしょう。ところで旦那、聞いてください。ああ。あっしはね、商いをもっと大きくしたいと考えてやす。このアシナはいつ滅びるかもわからねえ。いわば沈みかけた船だ。つまり成り上がる好機じゃねえかと思うんでさ。そこで一つ頼みがありやす。なんだ。アシナの侍どもが今欲しがっているものは何か探ってきちゃくれやせんか。そいつが分かればアシナの侍どもと取引ができやす。旦那は忍びだ。敵方から情報を仕入れるいい耳をお持ちのはず。ぜひお願いしやす。これも平田のものだ。弔ってやらねば。九郎様、エマ殿、平田から逃れてきたもの、他には？もうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ。流飲を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまった。魔性にね、縛るだけでは不安じゃのう。戦の前に我らが襲われてはしょうもないわ。いざとなれば火を使うしかあるまい。赤目は火を襲う、そういうお達しじゃと。お達しね。変わっちまったな、アシナの戦も。
星が上がっておる。行部様か。ああ、まさに鬼行部。あのお方がおれば、アシナもまだまだ安泰よ。私は人の生き方を歪めたくはないのです。この屍の山を見よ。もはや尋常の術ではアシナは守れぬのだ。私は源一郎殿ほど強くはなれません。何をなすべきか未だわからぬのです。あれから随分経つ。待ったとても無駄なことだ。こかげよ、かわいそうなオラの馬子よ。やつら、まくちくなんぞで脅かしよって。死んじまったよ。
供養いかがかね。こんなところに死者があるところ、また供養衆あり、ゆえに戦場こそ我らの庭よ。さあご供養していきなされ。死者があるところ、また供養衆あり、どこへ行こうとご供養を欠かさぬようにの。ネズミがもう一匹、いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗れ！わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死におる。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、セキロ、お主をそう呼ぼう。お前は何だ？わしはアシナの天狗よ。おう、セキロ。お主もネズミ狩りをせぬか。何だと？このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃ、セキロ。ネズミ狩りをせぬか。承知した。よし、セキロよ。ならばこれをくれてやる。これは。ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。へえ、あんたが生き残ったのかい。鬼の行部様も、やっと屍になれたかね。けれど、何も変わりやしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた、考えたことがあるかい？そういう怨嗟が、どこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそ、あんたも、あやつも、哀れなことだよ。さあ、もうお行き。ババが何を語ろうが、戦はなくならない。あんたのお役目も変わらない。そういうものだよ。